さっきチャレンジスピリットの方は大谷君とか八村君とか言いましたよね。あんなにチャレンジしてすごいなと思ってて、今度はまあサッカーとか見てるとポイント取る人がかっこいいなっていう思いで、ポイントゲッターという曲をやります。ワン、ツThank you.
ポイントゲッターをお送りしました。